ということで実際に飲んでおります。あのですね、店内こんな感じです。奥にねトレイがあって、それを持ってきて、お酒はねその奥の方に行くとこう瓶ビールがあったり、ね、そこの冷蔵庫にね缶ビールとかあったりですね、適当に持ってきて、でなんかね錦市場のお魚さんがあったりとかね、煮抜きがあったりとかするんですけど、まあね乾き物が基本ですね。あとはであとは飲む。でこのトレイで会計するんでね、もうお客さんとの信頼関係で成り立ってるっていう風な文化なんでね、ぜひとも残してほしい文化です。もう世界遺産ですよ、ここの空気を含めて。ここはもうね、ここに来て初めての男になるようなもんですよ。エクストリーム男道、松川主店です。創業はね、まあ、まあ江戸時代からその造り酒屋やってたんですけど、こういうなんか酒屋さんになったのは1888年からというか、まあ、明治時代からですね。そういうことになります。では今日はもうゆっくり僕を飲みたいんでね、これにて失礼します。ジビリ。